松塚駅は奈良県大和高田市松塚にある近畿日本鉄道大阪線の駅である。駅番号は D26。相対式2面2線のホームを持つ森土城の地上駅。駅舎は一番ホーム側の山和八木寄りにある。改札口は1箇所のみ。ホーム有校長は6両。待合室は設置されていない。 かつて東駅もよりの奈良県立高田東高等学校の生徒が利用する専用改札が設けられていたが、同高校は2005年に県立高良高校と統合、奈良県立山と高良高等学校となって移転となり、現在はその学生専用改札が使用されることはなくなった。山と高田駅管理の無人駅でピタパイ効果対応の自動改札機及び、 自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。山本和義。懐かしの鉄道店、近鉄駅、開業90周年 SL 写真やジオラマ300点明日、明後日山和高田。毎日新聞 ABC ソンネ悟る、週刊歴史で巡る。 鉄道全路線大手支鉄2号近畿日本鉄道1朝日新聞出版週刊朝日百科2010年8月22日18から23ページ ISBN 978から4から02から34万132から7平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 http コロンスラッシュスラッシュ www。kintetsu。jp。スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ iccard。二0 0 7 0 1 3 0 pdf。二零一六年三月九日閲覧。ab。駅の情報。松塚。近畿日本鉄道。二千二十一年十月二十八日閲覧。駅物上工人大阪線。 近畿日本鉄道奈良県統計年間、ありがとうございます。